マケック MPT とは、トルコの園系車が、ドイツの,、H、車の H&K 社の HK416、HK417 の設計をもとに開発した自動小銃である。モデル名及び愛称から、メイメッツィクとも呼ばれる。メイメッツィクとは、トルコ兵を意味する愛称である。開発元のマケックは MPT-76 を G3 のように効果的で、 AK-47 のように信頼性が高く、M16 のように実用的だと評価している。トルコ軍では長らく正式小銃として、ドイツの H&KG3 のトルコ軍向けモデルである、G3A7 とおよび、G3 小銃の 5.56X45mm、NATO 弾モデルである、HK33 とそのライセンス生産モデルである、T43 を使用してきたが、 21世紀に入り、新型小銃の導入が計画された。新型正式小銃には、円形車により H&K 車の開発した M4 カービンの独自改良型である H&KHK416 を採用し、8000兆を H&K 車より直接導入した後、ライセンスを所得して、自国生産したメイメツナス -1 が2010年より導入されて、G3 よび、 HK33 を置き換える予定であったが、円形社がライセンスの正式な取得を待たずに生産を開始し、これに対して H&K 社が契約を破棄したため、2011年には計画が中止された。その後、トルコ軍と円形社は共同で新たな国産自動小銃である MPT の計画を進め、これにより設計。 開発され2013年から2014年にかけて完成した国産自動小銃がマケック MPT である。マケック MPT は外観は HK417 及び AR-10 系列の自動小銃に類似しているが、円形車ではそれらの設計を参考にしたものの機構は自社の新規開発であるとしており、機関部の設計には明確な差異があり、 動作形式以外の共通点はなく、HK417 や AR-10 と部品の共通性はない。点六二 x メートル弾モデルと点五六 x メートル弾モデルの二種類が開発され、リメートル弾仕様の m p t 十六メイメッチクマイナスには二千十四年五月には最初の生産分である四百兆が、 試験運用のためにトルコ軍へ納入された。MPT-76 は2015年には正式化されて本格生産を開始し、円形車はこれに続き 5.56X45mm 仕様の MPT-55 の開発を完了し、マイナス -76 と合わせて G3 と T43 に変わるトルコ軍及び、 治安機関の主力アサルトライフルとする計画である。MPT シリーズはマイナス76、マイナス55、もにアサルトライフルモデルの他に、重心長の異なるカービンモデルや、マークスマンライフルモデルといった各種派生仕様が展開される予定で、2015年にはトルコの軍事関連企業であり、マケック社とともに MPT 計画に参加した。 カラコルプ車により、ハンドガード側面のクーリングホールが、それまでの車線形状から、単純な横線形状になっている新型となっている5.56メートル MX45 ミ、mm、リメートル弾、モデル、同じ新型ハンガードで重心を短縮し、HK416C に似た、伸縮式重症を装備した9メートル MX19 弾仕様の短期間重型のほか、大型のマズルブレーキを装着した、 超重心と調整可能な重傷を備えた7.62メートル MDMR モデルが平気見本市に出展されている。ありがとうございます。